がいないです。ケイチは知りませんですか？あれ、たった今までそこにいたのにな。おいミオ、レナはどこ行ったんだ？レナ？お手洗いじゃない？覗きたいなら止めないけど、通報するからね。サトコ、レナを知りませんですか？レナさんですの？さっき廊下ですれ違いましたよ。レナさんは日直だから、花壇にお水をやらないといけませんので。ああ、レナが日直か。そりゃお疲れ様なことで。レナってどういう名前なんだろうな。レナって漢字だとどうなるんだ。レナはあだ名なのです。ちゃんとした名前がありますですよ。え、そうなのか。俺はてっきりリュウグウレナってのが本名だと思ってたよ。まあ確かにレナさんとしか呼んでませんから、間違えるのも無理はないですわね。本当の名前はなんて言うんだろうな。レナが戻ってきたら聞いてみるから。聞かなくてもいいですよ。僕たちが教えてあげますです。お礼の礼にならぬな、リュウグウレイナが本名ですのよ。レイナか。それでレイナじゃなくてレナって読むのか。面白い読み方だよな。いいえ、違いますです。レイナで正しいのです。レナさんが言ったのですわ、レナと呼んでほしいって。だからレナさんなのですわ。ケイちゃん、レナはレナだよ。レイナって呼ぶのは他人だけ。そこんとこ分かってるよね。思ったんだけどさ、自己申請すれば俺も今日からあだ名で呼ばれるのか。面白けりゃね。なんて呼ばれたいわけ？越後屋。あれあれ、誰かレナのことを探してたかな。かな。お代官様、リュウグウメがまんまと現れましたぞ。イチゴや、主も悪よな。それ、リュウグウレナノスケ、ここで会ったが100年目でおじゃる。いざ覚悟。スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。あやいさですわ。報酬はスイス銀行に入れてほしいのです。
レナにはぜひ世直しの旅に出てもらいたいもんだ。永田町なんかどうだ？ダメだよ。旅先で可愛いものちょろまかすから。ほらほら、ケイキコもミーちゃんも先生来るよ。